がですか？ YouTube をご覧のあなた、ありがとうございます。海外でご覧のあなた、ありがとうございます。そしてこのビデオ映像をご覧の10年後、20年後、60年後、そして100年後ご覧のあなた、ありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会、長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年10月20日金曜日、ここは東京新宿駅南口改札前です。目の前が甲州街道を挟んでバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後3時45分を少々回ったところです。気温は19度です。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。言論の自由を街頭で訴える政治団体君の会、こちらは長谷川隆です。言論の自由と報道の公正をこの街頭で訴え続けております。長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年10月20日です。後期2677年、平成29年10月20日です。後期2677年というこの洪水原稿はご存知のように、私たち日本の初代天皇、神武天皇が即位された西暦で申しますと紀元前660年を元年とした元号です。本日10月20日は皇后陛下のご誕生日です。こんにちは。本日10月20日は皇后陛下のご誕生日です。誠におめでとうございます。今日の報道によりますと、天皇陛下のご住位は2019年の3月末との報道があります。まさかこの時期に発表というのはいざかなものかとも思いましたが、今日皇后陛下のお誕生日と合わせて報道なさったようです。さて、私たち日本の国には様々な問題が抱えております。こんにちは。また日本の内からなる危機があります。この内からの危機の中に皇室断絶の危機です。今日皇位継承、その資格者が不足し、将来皇室の断絶の危機にあります。これは私たち日本国の断絶の危機でもあります。私たち日本は皇室と国民との
共に皇室と国民が共にあります。皇室の断絶の危機は2000年からなる私たち日本の歴史と伝統に基づいた私たち日本の危機でもあります。皇位継承の男子皇族久仁親王殿下がおられますが、依然として皇位継承の資格者の不足という問題は残ったままです。こんにちは。こんにちは。将来最初新郎殿下を支える旧皇族の男系男子を皇籍復帰させなければならないのです。今日テレビや新聞等のマスコミでは女性宮家の創設やら女性天皇またまた女系天皇を容認するかのような報道がされております。旧皇族の復帰というその可能性がある中で女性宮家の創設とか女性天皇あるいは女系天皇を容認するかのような報道はこの意図は何でありましょうか。これはまさに私たち日本を貶めようとする反日勢力の工作活動としか思えません。皇室とはもともと代々男系で継承されてまいりました。一度たりともその例外はないのであります。天皇の正当性とは歴史と伝統によってのみ保障されるのです。あ、こんにちは。ありがとうございます。男系維持の可能性がある中で歴史上も一例も存在しない男系を切断し女系に好意を移すなど絶対にあってはならないのです。皇室の継承で何よりも重視されるのは血の継承であり、それは一定の約束事を守ることで初めて守られたということになるのです。私たちの日本の皇室はアマテラス大御神の子供の血が父親に必ず入っている、この必ず入っているという約束事を守ることで初めて達成されるのです。こんにちは。男系継承を維持するための方法として次の3つの方法が考えられます。その一つは皇籍を離脱した旧皇族を皇籍に復帰させることです。また一つは皇族女子に
旧皇族の男系男子から養子を取れるようにし、その男性に皇位継承資格を与えることです。また一つは、断絶になった秩父宮、高松宮の妻子を伏見宮家の子孫である旧皇族の男系男子が継承し、宮家を再興することです。この3つの方法があります。したがって政府はただちに男系継承の皇室の伝統を維持するため、旧皇族の復帰を検討すべきであります。皆さん、天皇は男系男子でなければならないのです。このことは男系男子継承の上での天皇皇室を守るためには、私たちの国は民主主義の議会制民主主義の国家です。したがって皆さんの選挙区のこの度の選挙、衆議院議員候補者の、そして参議院議員の諸君の、さらには都道府県議会首長さん、議員さんに働きかけ、私たち選挙民の意思をはっきりお伝えし、これが国会で皇位継承についての議論を始めていただけた他に方法がないので、どうか皆さん、この度の選挙の争点、もちろんこれは争点にするような内容ではありません。私たち日本が続けていくことができるのか、日本を守ることができるのかということなのです。もちろん議論の中に皇室天皇制を否定する方々もおられます。またこの近代現代において皇室がなくてもいいじゃないか、天皇制がなくてもいいじゃないか、あるいは大統領制でいいのではないかというような意見もあります。お考えもあります。それはそれでまた結構でしょう。しかし私たちは戦後はもちろん、この2000年という長い歴史の中で、さまざま大きな困難を抱え、日本の国家の政治体制においても、国体においても大きな問題を抱え、あるいは大きな障害を抱えたことを感じたりありました。しかし私たちこの日本の国は、この長い歴史と伝統に基づいた国体があり、皇室があり、天皇陛下がおられることによって、日本の国は2000年を超える歴史を持って日本という国を継承していたのである。この場で例えは悪いが、
お隣の半島やお隣の大陸の国家のようにできては潰れ、できては潰れ、できては殺され、できては投獄され、国家がその都度その都度断絶したわけです。ないで済んだのです。国家が断絶するということは、ちょっと皇帝が皇室が断絶するということは、いかに悲惨であるかが歴史からも分かるでしょう。ことに半島、隣の半島、お隣の大陸の歴史を見れば明らかなように、まことに悲惨です。幸いにしても私たちは、私たち先人の努力によって、不断の努力によって、また犠牲によって、日本の国体を維持し継承することができました。これも、この国体を維持することもできたのも、こんにちは、ありがとうございます。こんにちは。維持することができたのも、皇室があり、天皇陛下がおられたからであります。男系男子の幸福の伝統を守り、男系伝統の幸福の伝統を維持するために、旧皇族の復帰を、この旧皇族の復帰を検討しようではありませんか。ありがとうございます。